じゃあですね早速始めていきたいと思いますがえ10月5日6日渋谷でですねリッツシーサミット東京を開催しますが今ですねボードメンバーの方にインタビューとしてこうやってお話をお伺いしているんですが今日はですね稲戸さんにお越しいただきました今日はよろしくお願いしますお願いいたしますではまずですね早速自己紹介していただきたいなというふうに思うんですが、まあ、お名前だったりとかご自身の会社のことだったり実際どういったお仕事されてるのかっていうところからまずお伺いさせてくださいはい。 DC アーキテクトというまあ母体があるんですけれども、その中の一つの分野として、薬事法広告研究所という、まあ、そういうブランド名で、いわゆる薬事周りのまあコンサルティングであったり、セミナーであったりということをメインの業務とさせていただいています。私はその薬事法広告研究所の代表を務めております、稲止と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。今ですね、こうボードメンバーの方に皆さん共通でお伺いしているのが、今回、ボードメンバーの方々、それぞれ得意分野だったりとかっていうのがある中でお集まりいただいているんですが、まあ、私は何々のエキスパートだ。もしかしたら聞くまでもないのかもしれないんですが、改めてそこちょっと何かこう、バシッと一言あれば、私は何々のエキスパートだという形で教えていただけると嬉しいです。私たちは薬事法広告研究所という、まあ、そういう屋号。 ブランド名でちょっと活動させていただいてるんですけれども、もともと薬事法と言われていた法律、今は薬器法という言い方に変わっていますけれども、いわゆるこう薬事周りの広告のコンサルということをメインにさせていただいています。ですので、まあ、いわゆるこうルールを守りながら実際に まあこの訴求力のあるお客様に興味を持っていただける広告とは何かというところをまあ追求をしているというところとあとはまあその非常にこう消費者の皆様もさまざまなことを勉強されていてやはりこう騙されないぞとか。 こううまい話なんかないぞみたいなことはやはり思ってらっしゃると思うんですよね。まあどうしてもその健康食品であったり化粧品であったりまあそういった商材の場合にはその企業側のこう思いが非常に強くてまあすごくこう苦労してやっと誕生しているものですからまあどうしても言いたいことを言いたい。 っていうところがあります。ですけれども、まあ残念ながらというかまあ、当然のことながらというか、その広告も何言ってもいいというわけではなくて、言っちゃいけないこととかまあ、逆にこういうことを言うのであれば、こういうルールに則っ,って言ってくださいね。という、そういう、やっぱり基本というところがあります。まあ、そこの部分をまあ、どうにかしてこう。訴求録はできるだけ。そのまま据え置きのままに実際にお客様に。 こう見てていいいただいてこう納得いただだ納得けるでなおかつルールをしっかりと守った広告にしていくというところのアドバイスをさせていただいていて、まあ、そこの部分に対してのエキスパートという自負でちょっと仕事をさせていただいておりますありがとうございます。 やはり D2C、まあ、単品通販の歴史から考えてもだと思うんですが、まあ、健康食品だったり、サプリメント、食品、化粧品、いろいろそのあたり、関わってくる商材が多い業界なんじゃないかなというふうには思いますが、あの効果的にやっぱりコミュニケーションを取っていくというときにです、ね、まあ、各ブランドさんが一番気をつけなければならない点だったり、意識しなければならない点というとどのあたりになるんですかね。 まあそうですね。まあ、あの、やはり言いたいことは、もちろん各社様あると思うんですね。もう、ですけれども、まあ、なかなか、まあ、特に健康食品とか、健康食品っていうのは、あくまでも健康に役立つための食品ですから、何かこう、病気を治したりだとか、不調なところを治したりするものではないわけですよね。ですけれども、どうしても、そういう企業様側の思いが強いと、こう、言っちゃいけないことを、 知らず知らずのうちにやってしまったりとか、まあ、もしかしたら企業様の中においては、まあ意図的に言っちゃいけないことは分かってるけれども、やはりここは言わないとっていうことで言ってらっしゃる企業様もいらっしゃるのかもしれませんけれども、やはりルールっていうものはあるものなので、まあ、そこを守って初めて、あの正しいビジネスなのかなという気はいたします。まあ本来、そういうつもりじゃなかったと。 その広告に書かれていたことが事実だと思って信じていて買ったのに実際、蓋開けてみたらそんな効果はなかったりだとかあとは昨今非常にこう問題になっている回数縛りであったりとかたった1回買うつもりだったのに知らず知らずのうちに定期購入になっていて挙句の果てには4回5回継続しないと解約できないとか解約しようと思ったら違約金がかかるとか。 やはりお客様が正しい情報のもとに購入してるんじゃなくって、知らず知らずのうちに、まあ言葉悪いですけども、罠にはまってしまったっていうケースが非常に問題が今提起されていて、まあ世直し的なところも動いてると思うんですよね。ですので、まあやはりこう、逐一新しい情報っていうのは入れていただいて、まあお客様の立場に立った、自分がお客さんだったらどう思うかなっていうところを こう考えて広告というものを作っていく世の中になったのかなと思いますし、私どもでもそういった企業様のぜひお手伝いをさせていただきたいなと思っています。 ありがとうございます。やはりこう、実際に使っていただくお客様が持っている期待感と、ブランド側が提供する価値だったりっていうのが、どれだけマッチするか、そこに相違がないかっていうことも、すごくこう、ブランドにとっての資産にもなるでしょうし、重要なことかなというふうに思いながら、まあ、今回ですね、その D2C サミット、実際のイベントでは、そのあたりをこういろんなケースといいますか、事例なんかも、 こうお出しいただきながら稲富さんには解説いただく部分あると思うんですが実際、そのセッションではまあブランドさんに向けてまあどういったことをお伝えしたいかなですとか反対に参加いただく方々からどういった話を聞いてみたいかなっていうのがあればそそのあたりも教えていただけますすかそうですね、まあ、私自身が今回お声をかけていただきまして、まあ、事業主さんとして知っておくべき、まあ、その薬事周りの表示であったりとか あとは景品表示法周りで特に気をつけていかなければいけない表現であったりとか、そのあたりを実際のダミー広告であったり、事例っていうものを出しながら皆様にリアルで考えていただいて、じゃあどういうふうにやったらこの表現が使えるようになるのかであったりとか、そういったことをこう、ちょっとしたワークショップ的なところで皆様に学んでいただきたいな、傷、 見ていただきたいなというところで、まあ、お話をしていきたいなと思っています。で、私どもではまあ、非常にこう。うん、んて言うんでしょうね。やっぱり薬事であったりとか、景表法であったりとか、そういったところを意識すればするほど、広告にならなくなるっていうお声をよく聞くんですよね。まあ、あのやはりルールっていうのは守らなければいけないので、どうしても言いたいことが言えないっていう。そのジレンマ。を 企業様皆様こう抱えてらっしゃるとは思うんですけれどもじゃあ実際のところちゃんとルール通りにやってる広告って全く売れないかっていうとやはりそうではないと思うんですね。ですので、まあ、あのやっぱりアクセル踏めば踏むほどお客様にとってはあ,あいいかもって。 思うところなのかもしれませんけれども、でも実際にそれで蓋を開けてみて、まあ例えばですけれども、シワが消えるとか、シミが消えるとか、このサプリメントを飲めば肌が10歳若返るとか、まあそういったコピーが、まあ本来言えないことが言ってるような、まあそういう広告があったとして、お客様が信じてご購入されて、じゃあ飲んだり、実際塗ったりとかってされたときに、その 恩恵を実際に受けられるかっていうとエビデンスなんてないものですからシワが消えるわけないし今あるシミが消えるわけもないしサプリメントを飲むだけで肌が10歳若返るわけはないわけですよねだからそうするとお客様って非常にがっかりされてしまうのでもちろんリピーターとかにもつながっていかないしもしかしたらその企業さん自体にこう嫌悪感を持ってしまうかもしれない ですけれども、やはり正しいことを言ってで、お客様の立場に寄り添って、お客様が知りたいことであったり、どうしたいのかっていうその気持ちをちゃんと受け止めるようなカスタマーサポートであったりとか、あとは商品開発であったりとか、真摯にそういうことを取り組めば、きっとお客様はファンになってくださるんじゃないのかなと思っています。ですので、う、ま、そ、あ、というか、本来言っちゃいけないことを並べて、お客様を 一時的にその場だけで獲得するよりもやはり長い目を見てファンを作っていって自分の会社のそれ以外の商品にも目を向けていただいて末永くお付き合いをしていただけるようなやっぱりそういう取り組みにしていっていただきたいなっていう まあ私の思いもありますし、まあ、その辺りをお客様今,日あの今回のセッションでは伝えていけたらなと思いますしやはりご参加されているお客様からは、まあ、実際に現場でどんな悩みがあるのかとかこういうことを言いたいけれどもじゃあ実際こういう表現にしたらどうなのかであったり、まあ、そういったところもこうお客様のご意見を吸い上げながらそれに対しての こうセミナー的なお話をしていけたらなと思っています。でまた今回いろいろな諸先生方もご参加されるっていうことを聞いていますので、まあ、やはりこうルールを守った上でじゃあどうやってお客様にこう興味を持っていただいてなおかつご購入いただいてでリピーターになってい,いっていただけるのか、まあ、その辺りも私,にと私自身にとってももっともっと今私が考えてるよりもいい 解決方法であったりアプローチの方法などもあるのかなと思いますのでその辺りを是非私自身も勉強していきたいなと思っています。 10月の5日、6日はです、ねまあ、リアルの会場でイベントを開催しますので、ぜひそのあたりもです、ね、近い距離で皆さんとコミュニケーションが取れるというところ、一つ、イベントの良さとしてあるかなと思いますが、改めてです、ね、今回、ボードメンバーとしてご参加いただいている稲富さんに、D2C サミット開催に向けてどういった会にしたいかですとか、参加者へ向けたメッセージ、こういったことがあれば、最後にお伺いさせてください。そううでですね,ですねやはりここのコロナ禍ということい ももう1年半も経つんですかね私,の私自身、まあ、メインにはこういうセミナーであったりそういったところに立たせていただくっていうことが、まあ、主な業務にはなってるんですけどもこの本当に1年半セミナーは全部オンラインに変わりリアルでのセミナーっていうのがもう本当にこの10本指で数えることができるかできないかぐらいまで数が減ってしまったんですよね。 ですので、す、ま、の、あ、こうやってリアルで皆様とコミュニケーションが取れる、またリアルでセミナーが聞けるっていうのはう私自身もすごく楽しみにしておりまして、まあ、どうしてもオンラインではあの聞いていただいている方の表情まで実際につかめないですし、やっぱりネット上だとなかなか質問しにくいなっていう、まあ、ご参加者の方のお声とかも聞いていたりしますので、まあ、こうやって 実際にリアルでセミナーをさせていただけるっていうことの喜びとあとは実際にお客様と触れ合うことができるっていう、まあ、そういったこう自分自身の勉強の場にもなりますしまた私自身も他の諸先生方のセミナーにリアルに参加できるっていうことが、まあ、本当にこの1年半なかったので非常に楽しみにしているところです。 でですので、まあ、本当にリアルのセミナーっていうのはオンラインではこう何でしょうね身に感じることのできないその熱量であったりとかあとは周りの皆さんの意見をリアルに聞くことができるっていうそういう機会になりますので、まあ、あの事務局の方々はねやっぱりこういうコロナ禍でいろいろこう今までなかったこう 気を回さなければいけないこととかご準備とか大変だとは思いますけれども、まあ、非常に私自身期待していますのでぜひ頑張っていただきたいなと思いますし私自身もまあそんな皆様のこう少しでもお役に立てるよう全力で頑張っていきたいと思っています。 ありがとうございます。やはりあの我々としてもですね、今おっしゃっていただいた部分、気持ちとしてはかなり強く持ってますし、せっかくだなのであれば、事務局と、まあ、ボードメンバーとスピーカーの方と、そして参加者の皆さんと一緒に作り上げていく、そんな場になったらなというふうに思っておりますので、改めてですね、10月にまた現地でお会いしてお話しできることを我々も大変楽しみにしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。